こんにちは。私、日刊スポーツ新聞社で、音楽を担当しております、記者の笹森文彦と申します。前回に引き続き、今回ですね、入山明子さんの輝け動画大賞2021の審査をさせていただきました。前回は月に笑う蝶とカップリング曲を対象曲としていましたが、今回第2弾の動画大賞は入山明子さんの全曲を対象にした動画大賞ということで、本当に100以上に上るですね、作品が寄せられました。まあ、前回同様、非常に素晴らしい作品ばかりでですね、私自身、こう、本当に見させていただいて、まあ、なんていうんですかね、選ぶったら失礼ですけど、本当に全てが大賞候補だったと思う、大賞グランプリの候補だったと思いますけれども、その中で私なりに、こう、審査をさせていただきました。まあ、本当に、第2弾、2回目ですけれども、非常にこう質が上がっているというかですね、映像美もありますし、あるいは歌唱力もありますし、あるいはパロディっていうかですね、お笑い的なもの、今回はブラジルから、あるいは全国各地から、関東だけじゃなくてですね、和歌山とか、まあそういう歌の舞台になった地からも皆さんが参加してくれたりして、本当に力作ぞろいだったと思います。まあ、前作に何度も言うように賞をあげたいところですが、今回は私なりに決めさせていただいたものを発表させていただきたいと思います。はい、それではお待ちかねの賞を発表させていただきます。まず優勝です。グランプリですね、本当に素晴らしい作品だったと思います。今回第2弾優勝はエントリーナンバー87番、北海道の玉ねぎ健一さんが歌われた残座岬を選ばせていただきました。まあ、玉ねぎ健一さん、第1弾からもですね、こう作品を提供していただきましたけれども、今回の残座岬は、まあ、当然歌唱力の部分も素晴らしいんですけれども、映像でも非常に工夫されていまして、出だしとエンディングに波が被ってくるようなですね、本当にえっと思わせるような、あるいは本当に見入ってしまうような映像美でした。まあ、歌唱力、映像、表現力、まあ三位一体といいますかですね、今回の中では、すべてが、なんていうんですかね、良かった、突出していたという部分が感じられましたので、優勝に選ばせていただきました。おめでとうございます。続きまして、準優勝ですね、第2位ということになりますが、エントリーナンバー15番、茨城県からエントリーさせていただきました、茨城パパ&ママさんですね。こちらは、ダメな人パート2というデュエット曲です。まあ企画ものにはなりますけれども、本当にこう、楽しんで、お二人、ご夫婦だと思いますけど、登場されて、旦那様、パパさんの方は、加藤茶さんですかね、そのパロディのような格好で出てきてですね、ママさんの方は玉ねぎ頭、もしかしたら、ね、誰かをイメージされるような玉ねぎ頭で登場されて、非常にこう笑いも含めてですね、満載。ただ、非常に表現力、歌唱力もあって、笑わせていただき、見させていただき、聞き入らさせてもらいました。準優勝に決めさせていただきました。おめでとうございました。それで第3位です。3位は、まあ、本当は一組ということが一番いいのかもしれませんけれども、やっぱりこう、実行を重ねた結果、どうしても、2つの方に3位を決めさせていただきたいと。まあ、同着3位ということです。その一人が、エントリーナンバー65。こちらは、ブラジルから応募していただいた4人組カルテットですね。秋はあなたと共にを歌われた、このブラジルカルテットの方々に贈らさせていただきたいと思います。まあ、4人で一緒に歌唱されていますが、このメンバーの春美さん、吉江さん、秀子さん、牧子さんは、それぞれ別の曲でもエントリーしていただいて、とても積極的に、遥か彼方、地球の裏側のブラジルからですね、映像を、まあ、今は時代的にはすぐ遅れるものではありますけれども、頑張って送っていただいたということで、このカルテット、ブラジルカルテットに第3位を送りたいと思います。それでは同率3位の方々を、
発表させていただきます。まあ、方々と今言いましたが、こちらもグループと言いますか、いろんな方々が参加してくれています。エントリーナンバー25番、カラオケサークル元気に笑顔さん、秋はあなたと共にを歌われた映像で第3位とさせていただきます。このカラオケサークル元気に笑顔さんは、いろんな方々がですね、それぞれメンバーの中の方々それぞれも動画を投稿していただいてですね、面白い動画もたくさんあったんですが、この秋はあなたと共にの映像はとっても面白くてですね、女性の足のクローズアップ、後ろ姿の足のクローズアップから来るんですけれども、網タイツのような履いて足が歩いていくんですけど、おーっと思ってですね、見入っていると、ボーカルの男性だったというですね、そういう中で落ちではないですけど、歌い始めて、その周りでみんなが一緒に楽しく演出してくれるというか、歌っている、まあその楽しさというかですね、そういうところから3位に選ばせていただきました。まあ歌唱力がすごい方、映像が綺麗な方、パロディの方で仲間と一緒に頑張って応募してくれた方、そういうバラエティに富んだ優勝、準優勝、3位ではなかったかなと、個人的にはいい形で選ばせていただいたなというふうに自負しております。まあもちろん何度も言うように、こういうメインの賞といいますか、1,2,3というだけじゃなくてですね、本当にもう全ての方がこの範疇にちょっと何て言うんですかね、こう違う形であれば 1,2,3 皆さんなっていたような作品がたくさんあった中でですね、なんとかいろんな賞を選ばせていただきたいということで、大変生意気ですが、日刊スポーツとしての審査員特別賞というものをですね、選ばせていただきました。こちらはエントリーナンバー54番、東京から応募していただいたなおさんですね、歌唱していただいたのは乱れ舞。まあ本当に歌唱力はもう抜群、表現力は抜群の方ですが、私が非常にこう心惹かれたっていうか、目を引いたのは、乱れ舞のそのセリフ的な部分があるんですけれども、そこのところをカラーの映像からあえて白黒にしてですね、ぐっとこう引き込むような演出をなされていた。これが他にはない非常に素晴らしい、もう色を使ってカラーで始まって白黒にして歌唱力で聞かせるというですね、こう演出的にも歌唱力的にも素晴らしいなと思ったので、審査員特別賞にさせていただきました。もちろん優勝、準優勝、3位と紙一重ですけれども、今回は審査員特別賞という形にさせていただきました。で、もう一つ審査員特別賞、私が代わりに発表させていただきますが、定築賞、今回の入山さんの所属レコード会社定築エンターテインメントレコードがですね、定築レコードの賞になります。こちらはエントリーナンバー53番、こちらは可愛かったですね、埼玉県のリコちゃんです。秋はあなたと共にという映像でですね、一生懸命体を左右にこう大きく振りながらですね、しかも途中でその壁に頭をぶつけるというですね、本当にこうニコッと笑ってしまうような、そういう何て言うんですかね、こうほのぼのとした4歳4ヶ月でしたかね、本当に可愛らしい映像でした。まあ決して小さいから賞を取ってあげたということではなくて、やっぱり楽しんで歌っている4歳4ヶ月の方が秋はあなたと共にを振る、何も見ず歌って体でリズムを取るなんていうのは本当にすごいなと思いました。まあこういうちっちゃな子から本当にこう何て言うんですかね、こう高齢になっても頑張って歌を歌われている方、他にもたくさんいらっしゃいます。音楽っていうのは本当に年齢関係ないもんだなということを、この映像動画大賞を通して改めて感じさせていただきました。で、さらに、まあ、特別賞といいますか、入山明子賞というのがあります。こちらは、たくさんの曲を投稿していただいているので、エントリーナンバーは発表いたしませんけれども、和歌山県から投稿していただきました、玲子さんですね。玲子さんは、なんと7曲、悪女の季節、笑顔の花が咲くようにとか、乱れ舞ですね、あるいは知床岬、様々な曲をですね、7曲、
入山さんの楽曲の中から選んで投稿していただきました。まあもちろん他にもたくさん投稿してくれてる方はいらっしゃいますけれども、非常にその演出的にもですね、あのメガネが輝いたりとか、光だけの演出だとか、非常にこう月に笑う蝶の時には紫の蝶が背後でこう浮かんでる映像とか、そういうものにも工夫されて、それぞれの楽曲にそれぞれ工夫されていた、すごい手間がかかっているだろうなと思う中で、一生懸命歌唱していただいたということで、あの入山明子賞を贈らせていただきます。まああの今ざっと賞を発表させていただきましたが、これ以外にもですね、非常に印象に残っている作品が他にもたくさんあります。私が印象に残ったのは、あの赤いマスクをつけてですね、で登場した翔ちゃんですね、悪女の季節を歌われましたけど、マスクを赤いマスクをつけて途中から外して帽子をかぶって歌うなど、演出的には素晴らしかったと思います。に続いてですね、他には、衣装的に言うと乱れ舞を歌われた富ちゃんですね、非常にカラフルな衣装、しかも映像が乱れ舞いということであって、最初こう揺れて登場するんですね。そういう演出的なものと衣装というのが非常に印象に残りました。あとはこちらは映像美といいますかですね、ヤンさん女の恋懺悔を歌われてますけれども、自分自身の映像がですね、万華鏡のように変わっていくというですね、ヤンさんは後でお聞きしたことですけれども、前回のグランプリだったという、私も関わっていましたが、ちょっとごめんなさい、思い出してみると作画さすがに素晴らしいなと、月に上がらう蝶の時にさすがグランプリを取った方だなと思うような演出でした。これ今以外にもですね、北雲海峡で、歌われた宇野さんですね、これ和歌山の方だと思うんですけれども、わざわざ北雲海峡の灯台の近くに行ってロケをして歌われていた、まあ、北雲海峡でその映像などを使って背景にしているような方はたくさんいらっしゃったんですけど、わざわざその現場に行ってロケをしてきたというのはね、やはりこうすごく印象に残りました。まあそれ以外にも本当に多くの方々が素晴らしい映像を送っていただいて、一生懸命、歌われていただきました。まあ、第1回第1弾の時の輝け動画大賞の時も言いましたけれども、新しいその音楽の楽しみ方、カラオケボックスに行って歌を歌う、あるいは人の前で歌を歌うということだけではなくて、それを映像に映してみんなに見てもらう、それが例えば動画として、まあ、YouTube 的な部分で皆さんが見れるようにしていくというですね、こういうのは音楽の新しい楽しみ方だと思います。入山さんそれ去年からスタートさせて、今回も多くの方々が応募してくれたということは、じわ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 その成果が上がってきてるんではないかと思います。これからももっともっとですね、多くの全国あるいは世界的な部分でいろんな国から応募してくれればいいなと思うんですけども、まあついにと言ったらおかしいですけど、第3弾も決まっております。入山明子輝け動画大賞2021のままでいいのかな、2022になるんでしょうかね、まあ第3弾ですね、第3弾それが人生七曲がり、これは入山明子さんの新曲になりますね。非常に今までの悪女シリーズとはガラッと打って変わった作品です。これをどういうふうに歌うか、これはもちろん動画対象ですから動画にもよりますけど、やっぱりこちらはちょっと今までの1回目2回目、まあ月に笑う人も非常に難しい作品ではありましたけれども、この人生七曲がり、まあ人生をこういかに生きてきたか、思い出の人に対してどう思うかとか、いろんな感情それぞれ歌う方が込められると思いますので、その表現力というのをぜひ聞かせていただきたいと思います。それをまたどう映像にするかというのも楽しみですね。カップリングの義理と情けと愛を乗せてというのも候補作品になりますので、ぜひまた第3弾多くの方々が応募をしていただければと思います。私もぜひまたこのような形で参加できれば嬉しいなと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。お元気ですか？入山明子です。輝け入山明子動画大賞2021。多くの皆様が歌を楽しまれている様子、嬉しく、ありがたく、どの作品も見入りながら拝見いたしました。審査委員長の笹森文彦先生より審査結果とご好評いただきました
ありがとうございます。そしてなんと11月1日からは輝け入山明子動画大賞2022がスタートいたします。9月の15日に発売いたしました人生七曲がり、義理と情けと愛を乗せて、新曲を対象にしまして、またまた皆様からのご応募をお待ちいたします。今回はご自分で歌うのが苦手だからとおっしゃる方も多くいらっしゃいましたので、歌うのが苦手と言われる方は入山明子の歌に合わせてご自分で撮影された写真や動画でオリジナルのミュージックビデオを作成してみてください。それでは皆様からのご応募、心よりお待ちしております。元気にお会いできます日を楽しみにしています。それでは入山明子でした。